空襲での父の父死大阪明私の父は青森の空襲で亡くなりました。でも私は昭和19年3月生まれで当時1歳4か月の時ですから父の思い出や空襲のことなどまるで記憶がありません。母や姉から聞いた話によると私の家は 青森市長島の国道通りで現在の青い森公園の向かいで仏壇店を営んでおりました空襲が近いとのことで母と15歳の長女から私まで5人の子供は市内松森の親戚の家に疎開をしましたが父は店があることから一人家に残っていて空襲に遭いました松森にいても 爆撃がすぐ近くまで迫ってきたため母は子供を連れ田んぼのあぜ道を必死に逃げたそうで下の姉は火がパラパラと降ってきて破裂をし真っ赤に燃えるので怖くて怖くてと話していました母は夜が明け火の手がだいぶ収まったので私を背負って父のいる長島の家に行ってみたそうですが 父の姿はなく、親戚の家にも行ってみたが、分からずじまいだったそうです。近所の人から、死体は三内霊園の方に運んでいるので行ってみたらと言われ、翌日私を背負い歩いて三内霊園に行き、運び込まれた小死体を見て回ったが、父を探すことはできなかったそうです。その翌日、焼け畑の 家の周りの後片付けをしていると、家の前の焼け崩れたゴミ箱の下に、判別不明の消死体があり、その消死体の下に身につけていた浴衣の布地の一部が焼け残っていて、それが父の浴衣地の模様であったので、父の遺体だと分かったとのことでした。母は多分焼夷弾の直撃を受けたのではないかと話していました。 母は疎開しておいた少しの仏具を売ると瞬く間に折れたとのことでしたがしかし新たに知りをしようとしてもこれまで知れていた業者も父が死んでしまうと女だからか側近でなければと売ってくれず商売を続けることができなかったそうですその後子供たちに食べさせるため食料を求め 着物を持って農家を頼んで回り農作物と交換し食いしのんだということですその時長女は結核を患い長い間寝込んだこともあり特に苦労したようですでも私には空襲やその直後のことは記憶にはなく私の記憶にあるのはその後の母や姉兄たちの 大変な苦労をしながら生きてきた姿です。空襲での犠牲者は死者、負傷者何人、消失家屋何件と言いますが、犠牲者はそれだけでなく、肉親を亡くし、残された多くの人たちにとっては、その後も悲しみや苦労が長く続くことになります。戦争は直接亡くなった人、残された家族も含め、 数えきれないほど多くの被災者を出すだけです。